ちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。今日はねちょっと寒くて雪がチラチラした。はい、今日の動画ははい、クレーサスカイでございます。本当に素敵なあの人も購入してるんですが、本日はクレーサスさんとですね、こちらのアナスイさんのスマホショルダーをちょっと比べていこうという回でございます。まずはご紹介からすると、クレーサススマホポーチブックということで、税込み3168円、割としまんなという感じなんですけど、一応ね2880円プラス税なんですけど、税が 10% 乗っかるのでね、まあ、3000円しちゃうやんっていうところではあるんですけど、コメント欄ですごい気になってますっていう方がね割とたくさんいらっしゃったので取り上げさせていただきました。どんな感じなのか、アナスイさんと比べて素材感とか使いやすさとか大きさとか、そのあたりがどうなんかなっていうのを本日はチェックしていこうかなと思います。クレーサスさんのこんな感じのスマホポーチなんですが、お財布機能付きっても書いてあるんですよね。なのでこう前面がちょっとお財布チックになっていて、中も開くけども、この後ろ側にスマホを入れてもいいしみたいな感じのスマホポシェット、あのバックインでも使ってて、紐取ってさ、カバンの中の仕分けポーチでもよかったら使ってねみたいな感じで書いてありますけども、このような感じになっているみたいです。見た目以上の収納力ということで、中にはねこんな感じでこのスマホポシェットを持ったねコーデとかも載ってたりとかするんですけど、まあ、でも黒色じゃなくて多分紺色だと思うんですけど、大人っぽく持てるデザイン感ではあるのかなと思うので、気になるあたりでございます。ということで早速開けていこう。プシュッシュパー。はい、中身はこんな感じだ。はい、こんな感じで袋に入っておりまして、紐はまた別でついております。なるほど、かわいいねんけど。ちょっとアナスイちゃんと比べちゃおうかということで、とりあえずこちらの本体レビュー行ってみよう。手袋に横にショートを乗っけていきますと、紐も込み込みでだいたい 130g ぐらいかな。いやこれねちょっと言いたいことがあるので、あの後からアナスイさん登場しますので、そこまでできればね見ていただきたいと思うところでございます。とりあえずこの子のレビューを先にしないとね。ということで素材アップいきますと、このような感じの合皮でございます。なんとなくわかりますかね。表面は薄い合皮なんですけど、クッション性を持たせてくれているキルティングになるので、ふわふわっとした感じの作りになっております。でこのクレーサスさんといえば、ここのマークですよね。これが可愛らしかったりとかするんだけど、しっかりボタンの上にねこれが入っております。で前面にポケットが一つで、後ろ側見てみますと、ここがねくちゃーってなってるんですけど、これなんでなってるかって言ったら、物入れれるようになってますよね。ということでここがちょっと飛び出す感じになってるのよ。物入れたらねここのシワ感まあ気にならなくはなるんですけど、できたらやで、できたらここにハンペン入れといてほしかった。ハンペン的なさ、あの発泡スチロールみたいなやつあるやんか、ああいうのがこういう飛び出すポケットにはね入ってたりとかするんですけど、それが入ってたらここのシワ感はなくなったんじゃないかなとは思うんですが、まあでも入れちゃったらねシワ気にならなくなるんで別にええんじゃないのというあたりではあるんですけど、ちょっとポコッと飛び出るような感じの作りにしてくれております。縫製見ていきますと、このような感じでございますね。後ろとってもね綺麗んですけど、これ個体差があると思うんですけど、表面の方はちょっとカクカクってしちゃってるよね。まあそのあたりはしょうがないかなと思うところではあるんですけど、この辺の縫製がちょっとうーんっていうところかなとは思うんですが、まあ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 大型綺麗かなという感じでございます。でチャックに関してはこういう感じのギア型といいますか、なんといいますか、あと金具のねゴールド色のチャックをつけてくれております。でここに関してもねちゃんとそういう作りになっておりまして、前面が一応ここがお財布使いなのかな、まあ、開けていこうかなと思うんですが、このホックが開いた状態で本体は入ってたんですけど、ここしっかり裏地がついておりまして、でここまで謎にここまでねちゃんと薄いクリアファイルぐらいのやつが入っております。クッション性は割とある感じではあったりとかするんですけど、ここは曲げるのでね、ここは入ってない感じで、ここのが最大の作りの謎なところなんですけど、ちょっとまあちょっといびつーなもちょっと若干気になんねんけどさ、チャックやねん、わかります？2テイクいるんですよ。ここホック開ける、チャック開けるの2テイクがここを開けるためには必要ということでございますね。ちょっと謎な作り、どうしてもこれをつけたかったんかな。例えばこれこうチャックじゃないですか、例えばこれチャックじゃないですか、これだけで開けるやったらわかんねんやねんけど、なんか中の小銭とかそういうのを取ろうって思った時にこれ開けて、さらにこれも開けなあかんねん。若干面倒いかなって私的に思ったんですけど、いかがでしょうか。裏側はパイピング処理してくれてるんですけど、ちょっと作りラフな気もせんでもない。ここはふわふわしちゃってる感じになっておりますね。板とかは入っておりません。でここの真ん中にこのポケット的なところがあるんですよ。ここに多分小銭入れてっていうことだと思うんですけど、ここやったらねちょっと底が深すぎて小銭とか取りにくくなると思うので、ちなみに裏側はこうつながっている感じの作りになっております。まあこのポケット状があるので、ここが小銭入れかなと私的には思う
感じでございますね。あとカード入れたりとかそういう感じの作りかなと思います。若干この辺の作りがラフかなっていう気もせんでもない。ただこれ本体にペシャッとくっついてる感じにはなるんですけど、ここに直接つけているっていう感じではなく、ここちゃんとね裏地つけてくれたりとかしてくれてるので、そのあたりの作りは少し丁寧かなと思います。全面裏地はついております。角がねちょっと行きにくいかなって思う。もう一回ホック止めなあかんから若干うんっていうところではありますけどもね。とりあえずじゃあ本体を開けていこうかなと思うんですが、パカン。ここはシンプル設計になっておりますね。どっちかっていうとふわふわとした作りという印象です。シリカちゃんぽーい、わーっていうのができちゃうぐらい、こうわっわっわっていうのができちゃうぐらい割とシンプル設計、パクパクという感じでございます。でクッション材が入っていますね。ふわふわしています。どちらもで裏側はやはりパイピング処理という感じ、裏地はしっかりついております。中にポケットはついてないですね。そしてこの後ろ側、ここに携帯入れたらいいんじゃないのという感じのポケットになっております。お札は折りたたんで前に入れてもいいし、ここにお札入れちゃってもいいし、はたまたここはお札を入れずになんか他の小物を入れて携帯ここでもいいし、ここに携帯でもいいしみたいな感じのいろんな使い方ができるよというスマホポシェットになっております。実際ちょっといろいろ入れていこうかなと思うんですが、はい、まずはここのスマホポケット部分ですね。はい、100均で買ってきたね、ちょっと見にくいでおなじみの iPhone の一番でっかいやつのカバーでございます。これが入るということは、その一番でっかい iPhone が入るということかなと思うんですが、まあ、それでも十分入るぐらいのサイズ感かなと思います。もうちょっと余裕はあるけど、ただまあそこまでねめちゃくちゃに余裕があるわけではないので、手帳式とかやときついかなって思います。なんかこういう系のケースに入れてる方やったら問題ないかなと思います。でっか携帯でもね、まあ入れちゃうとここの気になったシワ感はそこまで気にならんくなるかなとは思いました。そして前面なんですが、まあ、ここねまずゆきさんを入れてみました。お札奥までギュッと入れたらこのぐらいのサイズ感でございます。まあ、お財布使いっていうのも可能なんですが、ただお札出して小銭出すみたいな時にお札はさ、ここのチャックを開けて出して、ほんでさらに小銭ってなってくると、ここを開けてさらにここのチャックを開けないといけないとなってくるとちょっときついかなと思うので、もしお札はここにも入れてしまいたいという場合は2つ折りやったらきついかな、ちょっと入れてみようか。お札を2つ折りで入れてみたらキッチキチですね。チャックとぴったりぐらいなのでちょっと実用的ではないかもしれない。もうちょっと折りたたんだ方がいいかなとは思います。前に入れる場合はお札3つ折りぐらいした方がいいんじゃないかなと私的には思うところでございます。の方がスムーズかな。出す時にまあ折れてる感じではあるんですけどね。あとここの開きなんですけど、あまりよろしくないです。もうちょっと蛇腹をねつけてくれた方が良かったかなと思う。ここの蓋部分が何もついてないから板とかだからパッてこう強引に開こうと思ったら開けんねんけど、もうちょっと開きいい方が良くない？これここまでしか開かないのでちょっと中が見にくいかなと思います。あんまりねガバーって開いちゃってジャラジャラってなっちゃったら危ないからっていうことだとは思うんですけど、にしてもここはいいとして、ここの奥がちょっと見にくかったりとかするので微妙いかなって私的にはちょっと思いました。そして今これ分厚めカードを2枚掘り込んでるんですけど、カードは割と枚数は入りそうです。もちろん手前でも入るし、まあ、そのあたりの作りは問題ないかなと思うんですが、お札だけはちょっと前に入れたい場合、ここだけで済ましたい場合っていうのは三つ折りで入れた方がいいかなと私的には思います。あとねほんと2ミリぐらいだけ大きくしてくれたら2つ折りで入ったかなと思うので、その辺の作りはねもうちょっとこう考えていただければなとちょっと思ったところでございます。あとチャックが若干行きにくいのは、内側のここがねパイピング処理が入っているので、それでたまにねそれが引っかかって行きにくい場合があると思うんですけど、そこは個体差だと思います。まあ、なのでこの子本体で底板的なものが入っているのはここの蓋部分に薄い入るぐらいのやつが入っているのみで、あとは割とねふわふわ設計になっております。これも抜いちゃうとペタンってこう折ろうと思ったら折れちゃうぐらいの感じで、割と全体的にふわふわしてるけども合皮が割と張りがあったりとか、あとクッション性を持たせてくれてたりとか裏地をつけてくれたりとかしているので、そのあたりでまあシャンとして見えるんかなっていう感じのものと思っていただけたらと思います。使い方的にはこのぐらいだと思うんですが、ちょっとアナスイちゃんと比べてみよっか。はい、こちら以前発売されたアナスイさんでございます。作りからしてねこれ全部板入ってんのよ。ちゃんとなんていうの、台紙が入ってるんですよ。割とペタンって折ったりとかできない感じの設計なんですね。なのですごくしっかりと作られております。で前のチャックに関してもとってもスムーズで蛇腹式になるんですが、ここにパイピング処理が来ないような作りにしてくれてるんですね。わかります？こんな感じなので本当商品っていう感じなんですよ。で開きもまあ十分蛇腹っていうこともあるんですが、でこういうチャームもつけてくれたりとかしてアンティーク加工な感じプラス合皮のキルティングっていう感じなんですけど、一切のブレとあと一切のなんかしょうもない遊びといいますか、そういうものが全くない感じ。裏側に関してもここわざとさほら開けてくれてんねん。なので携帯ケースと
か割とまあギチギチではあんねんけど入んねんけどさ、ポコッとするようにはなってるんだけど、ここがねくちゃーってならないようにあえてここを開けてくれてたりだとか、作りが非常に細かい。あと本体開けていきますとですね、本体は下までビューって開く感じになるんですけど、バカッと開きます。でこんな感じ、中が2層に分かれているんですね。で内側にパイピング処理とかも来てなくって、ここに底板というか板が入っているので割としっかりとした感じで、裏側もねなんかこういう柄が入ってて、で蛇腹もしっかりしていて可愛らしいかなという感じなんですけど、中はナイロンになってここも板になっています。まあ仕切られてるということもあって使いやすいかなと思うんですが、ただこの子に関しては小銭入れ的なものがなかったんですよ。ここの蛇腹のところに小銭を入れちゃうとですね、ここの高さがさ逆にこれはありすぎんねんね、わかります？蛇腹からここまでの距離がありすぎるので、蛇腹のどこかを小銭入れて使っちゃおうよってなってしまうと、傾けた時に全部こうジャラジャラジャラってこう小銭が散らかってしまうような形になるので、もしお財布使いしたい場合は小銭入れを別で持たないといけないっていうところがあったりとかするんですけど、ただ作りはすごいしっかりしてんのね。まあ欠点と言いますか用途の違いだと思うんですけど、その部分だけがちょっとあれかなと思ったんですけど、この子はもう商品として売り出して全く問題なしという感じのものでございました。この穴水のねちゃんとプレートがついているあたりもかっちょいい感じではあるんですが、ちょっとクレーサスさんと比べちゃうとね、これ作りがさ似てんねんよ、形似てんねんけど、細かいところちょっと見ていってみたらこんな感じなんよ。なんて言うんかな、付録と商品の違いみたいな感じ。この子は紺色で穴水さんは黒になるんですけど、ちょっとライトの関係でね色見にくいかもしれないんですけど、こんな感じのまずは色合いがこうなっておりまして、で穴水さんの合皮がこんな感じの合皮なんですね。でクレーサスさんの合皮はこんな感じの合皮、別に合皮はねタイプが違うものなのであれなんですが、ただなんか細かいところのこの作りと言いますか、なんと言いますか、ヨボつきと言いますか、比べちゃうとすごい顕著じゃないですか。後ろからもこのような感じでございます。穴水さんはしっかり板が入っているのでもうガチって感じやねんね。で縁を完全に縫うておりますよという感じの作りになっているんですが、クレーサスさんに関してはちょっとふわふわした感じで、縫い目を内側に持ってきて内側でパイピング処理してるみたいな感じの作りなので、どうしてもねなんかカードがねふわんってした感じではあったりとかすんねんな。この違いと言いますか、このしっかりした感じとこのふわんふわんってした感じと、まあ素材感の違いとかがあるからあれなんですけど、でチャックはクレーサスさんの方は真ん中までになるんですけど、穴水さんは下までガーッとチャックが入ってるような感じの作りになっております。そこはちょっとね作りが違ったりとかするんですけど、で中開けていくんですけど、穴水さんとクレーサスさんということでございます。クレーサスはそんなにバカンって開く感じじゃないねんね。横に蛇腹がついてないからさ、なんかこうマチもこれだけしかないものをこう強引にパッて開けるみたいな感じなんですけど、なので折り曲げちゃったりとかもできるんですけどね、こんな感じやんか。穴水さんと作りがねちょっと全然違う感じかなと思います。やっぱりね3000円超えるのであれば、このソフトな感じの作りよりもしっかりとしたこういうガジッてした感じの作りの方が良かったんじゃないかなと私的には思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。このパイピング処理とかいらんくない、もうこの作りにしたら良かったやん。このね合皮はこの台紙に折り込んで縫い込むみたいな形で作ってくれた方が良かったんじゃないかなって、形がさふわふわってすることがなかったんじゃないかなってちょっと思うんですけどね。内側にこういうね縫い目を作ってしまうと角がどうしてもくちゃくちゃってなったりとかするし、もうこういう作りのものやからしょうがないねんけど、このクレーサスさんのスマホポシェットっていうのがワンちゃんね付録でついてきますよ。やっならばもう十分や。なんか雑誌の値段がさ千何ぼとかでついてきますよやったらめちゃめちゃ上等やし、さすがにこんなんできひんと思うねんね。それはさすがに無理かって感じで、ムックでやったとしても、例えばクレーサスさんが1900円で出してきましたとかやったらめっちゃお得、いいと思うって言えると思うねん。やねんけど3000円を超えてくるってなったらば、穴水さん高かったと思うねんな。何ぼやったかな、ほんとね、こちら去年のね11月4日発売の分でもうちょっと多分売り切れになってんのかな。税込みでね3245円なんですよ。なのでまあそんな変わらん感じの値段やね。ちょっと値段同じぐらいで、しかもどちらもブランド乗っかってる状態じゃないですか。の割には作りがちょっと違いすぎるかなって私的に思いました。これ単品で見たらね全然問題ないねんよ。持ってても全然可愛らしいとは思うんですが、宝島社さん的にねこちらバージョンで作っていただきたかったかなって思います。ここの前面ももちろんね下敷きみたいなの入ってたりとかするし、ここもここも入ってるやんか。ほんまにガチってしてるのよ。四角なしというか感じなんですよ。小銭入れがついてないところだけが本当残念という感じだったんですけどね。穴水さんはあの画面で見た
たらね、もしかしたらそんな変わりなく見えてるかもしれないんですけど、全然違うんやんか。このクレイサスさんのふわっと感がなんとなく伝わるかなと思うんですけど、いやー、同じ予算やったらもうちょっと頑張ってほしかったなって私的には思ったんですけど、皆さんいかがでしょうか。サイズ感的にはね、同じぐらいのサイズ感ですね。小銭入れがついてるところがすごくいいかなって私的には思ったんですけど、でもどっちにしろさ、2テイクかかるやん、開けるのに。それやったらめんどくさいなと思うし、でさっきも言いましたけど、チャックの息に関してもこのホックが意外とね、ほんで硬いっていうね、謎にこう硬めやねやんか。でそれプラスこのチャックってなってくるじゃないですか。もうここのね、ここにまでパイピング処理をさ、後ろ側に入れてるやんか。このチャックの近くのパイピング処理ってマジで引っかかるから。でそれがね、何回も言いますけど、付録やったらええよ、あと安いムックやったらええよ、やけど3000円超えのムックでこれはないって私的には思ったんですけど、どうかな。もしこれをね、アナスイさん的なね、作りで作ってもらえたとするならば、ここのチャックって全然息いいんやんか。なぜかというと、ここにパイピング処理がないからでございますよ。なのでムックで3000円超えるんやったら、そのぐらいの作りで作ってほしかったな。だってこれが作れちゃってるわけやん。実際まあね、売り切れちゃったりとかしてるわけなんですけど、こんだけちゃんとしたものができるのであれば、他さんでもできるんじゃないかな。しかもアナスイやで、アナスイって割と高かったりとかするじゃないですか。しっかりとしたブランドさんが乗っていて、このクオリティ、ほんで3200なんぼで出せるのであれば、同価格帯のこちらもね、そのぐらいの合いを見せてほしかったなって私的には思う感じでございます。しかもなんか若干歪んでる気すらする。どうだい、作りはね、ラフです。ちょっとなーって私的には思う。そのアナスイさんがなけりゃね、まあムックはもうこんなもんですよと。こういう感じの作り方、後ろにパイピング処理が出るねん、もうそれはしょうがないねん、付録と一緒やからははっていう感じでずーっと来てたのであれば、まあブランド乗っかってやったらしょうがないんかなって、ちょっと納得できるところだったりとかもするんですけど、他さんが全部そうやったらさ、やねんけど、同じ出版社さんでアナスイさんができちゃってるわけやから、だったらばもうちょっとなって思った次第でございますね。これホック止めちゃってるけど、チャック閉めてなかった。なんかさ、初めてご覧の方とかだったらば、いや3000円やったそんなもんちゃうのって思われる方もね、いらっしゃるかもしれへんねんけども、まあ付録ムックをよくね、このチャンネルでは開封したりとかしてたりとかするので、そうするとね、クオリティってね、すごく上がってきてるんですよ。めっちゃしっかりとしたお財布であったりとか、まあ、ミニ財布長財布問わずにね、そういう商品もすごくあったりとかするのよ。さっきのアナスイさんもそうだし、3000円とは思えないクオリティでしょ。ブランド乗っかってこれとかね、マジ神かって感じなんですけど、まあ私はね、小銭入れがついてないので、ちょっとなーって、これだけで出かけるってなったらちょっとなって思ったりとかするんですけど、だから使う時はメインのカバンを持って、まあ、スマホケースとあと小物入れるみたいな感じで使うかなって思うんですけどね。ただこの子とこの子比べた場合、こっちの子の方がちょっと重めなんですよ。さっきクレイサスさん 130g ぐらいだったんですけど、アナスイさんはしっかりしてることもあって 200g を超えてくんでね、 230g ぐらい。なのでまあ軽いスマホケースがいい、軽い斜め掛けがいいっていう方はこっちでもいいかもしれへんね。ふわふわしてるから台紙が入ってない分軽いかなと思います。でアナスイさんはすんごいしっかりしてる分ね、若干ちょっと重めだったりとかするので、まあ、そのあたりで考えてもいいかもしれないね。デザインはどちらも可愛らしいかなと思います。クレイサスさんもこのマークがついてるっていうところですごく可愛らしいなと思うんですけど、だからちょっとやっぱりな、欲しいなっていうところではあるんですけど、普通にこれだけ持ってたらめっちゃ可愛いでっていうところではあります。デザイン感はとっても可愛らしいかなと思いました。あと紐でございますね、お忘れではなかろうか。ちょっとボキボキ折りたたんではあったんですけど、そこまでめちゃくちゃシワカーンっていうわけではないので、まあまあまあ許容範囲内ではなかろうかと思います。ちょっとこの幅がギチギチやけどな、もう動かへんぐらいギチギチやけど。でアナスイさんの場合は上にピョコンピョコンって紐つけるところがくっついてたんですけど、この子はサイドについております。はい、紐つけたらこんな感じでございます。全然これだけでもちょっと可愛いけどな、細かいこと言うたらっていう話やで。はい、こんな感じのスマホショルダーでございました。このリングがギチギチすぎて紐伸ばすめっちゃ大変やねんけど、はい、とりま紐を伸ばしまして斜め掛けで持ってみたらこんな感じ。いや普通にめっちゃ可愛いやんかという感じでございますよ。ただなんか紐が真ん中についているので、横から見たらね、こういう感じになる。なんかちょっと上がね、ピヨってこういう角度になる感じかなと思います。にはなるんですけど、まあでも普通に可愛いかなと思います。いかがでしょう。なんかね、私みたいにちょっとお腹が出っ張ってたりとかしたら、ポコーンってしてるやんか。わかります。悲しいからね、悲しいからポコーンってしてるやんか。でそこに斜め掛けするとこうなる。なんか腹のこのここに沿ってこういう感じになります。ちょっとなんかちょっとお辞儀したみたいな感じになります。悲しいなということでございましたけども、いかがだったでしょうか。クレイサスさん、ちょっとどうかと思うね。いや可愛いねんけどね、ただなんかちょっとね、作りが全体的に雑とまでは言わんけど、ラフカジュアルな感じの作りかなってちょっと思いました。
ました。まあソフトケースであるところからしてね、ちょっと楽かなと思ったりとかはするんですけど、あとね、ちょっとね、電話してみようと思います。これなんでかっていうと、ここね、さっきチラッと言ったんですけど、ここやっぱちょっと歪んでないですか？これ、ちょっと斜めってないですか？このここの三角のとこがこうやんか。こんだけちょっと歪んでいるので、わかります？こうやったらわかりやすい？ちょっとポケットのところの歪みがあるので、これはちょっと電話した方がいいんじゃないかなと思うので、こちら裏側にですね、番号が書いておりますので、実際ちょっと交換のお電話をね、していこうと思います。私これだけね、雑誌付録とかムックを開けてたりとかしたら、やっぱりちょっと不良品かなと思うのに当たったりとかするんですね。ただ私自身は、あんまりね、細かいことそこまで気にしないので、まあいいかって思えるラインのものもたくさんあったりとかするんだけど、ただやっぱり定期的にね、こうやって動画で、ちょっとおかしいなと思うことがあったら電話しますよっていうところをね、お見せするとですね、このぐらいで交換してもらうのどうかな、だってムックやし、だって付録やしっていう方が、電話しやすくなるかなって思う気持ちもちょっとあったりとかするんですよ。まあ付録ムック問わずですね、ついてくるものっていうのは商品です。なので、そこに不良品があった場合っていうのはですね、手に取ってやっぱり買うことができないじゃないですか、私たち。やっぱりこうパッケージされてたりとかするので、たまにコンビニで売ってるやつで、ビニールに入ってる中が見えるやつとかもあったりとかするけど、言って細部まで見れるわけではないので、その状態で購入しているということなので、やっぱりそこはしっかりとおかしいなって思う部分があったら返品交換してもらっていただけたらなと私的には思うところでございます。ということで早速電話していく。もしもし、すいません。ちょっとお伺いしたいんですが、はい、そうですね。クレウサススマホポーチブックっていうムック本です。関西なので、発売日の前日に店頭に並んでる分なんですけど、そうなんですよ。で、これね、後ろのオープンポケットがついてるんですけど、そちらがちょっとこう、歪んでるというか、そうですね、ちょっと高さが違う感じなので、交換していただけるかなと思ってご連絡しました。そうですね、電話しました。一応ですね、この本体に問題があるというか、ちょっとここが斜めってる件ね、をお伝えしたところ、前もそうなんですけど、このストラップに関しては問題がないので、これを取り外して、この本体のみの交換ということになりました。後日、佐川急便さんが来てやね、ほんで商品を届けてくれるそうです。届くまでは1週間から2週間ということで言われたんやけども、前の時はね、割と早かったん。2、3日とかで届いたので、その時の混み具合によって違うみたいです。早けりゃそのぐらいの時もあるけど、遅かったら1、2週間かかっちゃうこともあるみたい。まあ、混み具合とかによるかなというあたりでございますね。で、その後ですね、まあ、どっかの動画でさ、また開封すんねんけど、ほんで中にね、封筒が入っておりまして、そこにこの本体を入れて、ポスト投函で返送してくださいということでございました。まあ、割とね、そこまで手間もかからんので、で、しっかり検品したやつをお送りしますっていう感じでおっしゃってくださってるので、過去ね、まあありましたけどね、一回交換して、で、届きました。で、それがまたなんか、あれ何やった？何が、どこが引っかかったんやったっけ？いや、あかんやんみたいな感じの商品が届いて、で、それをまた電話して、で、もう一回検品したやつを送ってもらって、また交換みたいなことが過去にありましたけども、まあ多分大丈夫だろうと、さすがに歪んでるやつは来んやろうと思うので、まあその届きましたらね、そちらまた開封して、で、ちゃんとした商品が届いたよっていうお知らせ、また後日しようかなと思います。こんな感じで、返品処理はね、なんか別の会社だか別の部署だかが受け負っておりまして、専門の方がいらっしゃるので、そのあたりは大丈夫かなと思います。どの部分がおかしいですかっていうことを最初に聞かれるんですけど、そこだけ答えたら、あとは名前言って、住所言って送ってもらうみたいな感じの流れなので、そんなに難しくはないので、よろしければね、なんかおかしいなって思うことがあったら、しっかり返品とか交換とかね、あんまり躊躇されずしていただけたらなと思うところでございます。てかまあ、どうでした？やっぱりさ、今現在こちらのアナスイさん、宝島社さんではもう売り切れてたりとかするんだけど、やっぱり腰がすごいちゃんと作られてたなーって思いますね。これマジでさ、付録やったりとかさ、1900円やでとかやったら全然ね、むしろ比べるのがお門違いやんか。だから全然お得でいいんちゃん、可愛いんちゃんっていうお伝えができるんですけど、価格帯同じやからね、そんな変わらんから、クレーサスさんが3168円で、アナスイさんが3200なんぼなので、100円しか変わらんわけよ。それはちょっとどうかねーと私的には思うところですよ。皆さんどう思われましたか？クレーサスっていうブランドが好きっていう方は全然問題ないかなと思うんですが、ただね、クレーサスさんね、合皮をね、変えた方がいいかもしんない。いつもね、このちょっとツヤ消しっぽい感じの合皮を使ってくれてんねんけど、この合皮自体が割とちょっとカジュアルかなと思ったりとかするし、せめてだから台紙を入れたりだとか、あとね、クレーサスさんいつも気になるんですけど、キルティングの紐がさ、毛羽立ちやすいねん、クレーサスさんのやつ。ほんで、アナスイさんのこの紐はさ、全然毛羽立たへんのよ。なんかそういうところからして、元のこのキルティングの生
時からしてちょっと変えた方がええんちゃうかなって私的には思うねんけど、なんせいろんな面でね、グレーサスっていうブランドだったりとか、このロゴマークだったりとか私すごく好きだったりとかするんですけど、で昔ね、なんかお財布だったりバッグだったりいろんなものがね、グレーサスさんって今まで付録とかムックとかで出してきてくれてたんよ。でこの濃紺というか、あんまり赤みが少ないちょっとブルーが入ったかなっていう感じの紺色っていうのもとっても可愛かったりとかするし、いろんなお洋服にあったりとかもするし、トータルでめっちゃ可愛いね。やったらばちょっともうちょっと頑張ってほしいなと思うところでございましたね。昔出たお財布だったりバッグだったりはすごい質が良かったりとかすんねんね。まあこういうのもやっぱりちょっとメイドインチャイナーなところもあったりとかするじゃないですか。あ、そんなん言うたら全部よね、その国内で売ってるお洋服屋さんであったりとか。この間なんかお話ししましたけど、私ウェッジウッドがすごく昔好きだったんですね。まあ今も好きなんですけど、でなんか何を思ったか、ちょっとティーカップを買いに行ってですね、昔ね、もうなんかもともと家にあったやつはメイドインイングランドなんですよ。なんですけど、この当時20年ぐらい前に百貨店にわざわざ買いに行ってんよ、なんかちょっと記念にみたいな感じで。でその時にメイドインチャイナに変わってて、あれこんななんかそのウェッジウッド的なさ、こう大きいブランドさんでもメイドインチャイナなんやなと思っててんけど、でいざ帰ってきて箱を開けてみたら、ティーカップ&ソーサーセットみたいな割と高めのやつをさ、ちょっと頑張って買ったんよ、ウェッジウッド好きやしさと思って。ほなら口になんかこう銀色みたいなやつが塗ってあるやつやってんけど、それがブチャってなってるのがカップ1個入ってて、ほんでちょっとさすがにこれはと思って百貨店に問い合わせたんですよ。そしたら交換してくださるということで、まあその味と言われれば味なんかもしれへんけど、そういうなんか割とね、幾何学模様みたいな感じのカップやってんよ。味もヘッタグリモっていう、なんかわかります、なんかラフガーな感じのやつでとかじゃないのよ。キーってちゃんとこうプリントされてるみたいな感じのデザインのカップやって、それの縁がブヨーンって1個なってて、なんかなーってちょっと思った思い出があるんですけども。だからそこら辺のさ、大きいブランドさんとかでも割と、まあ、そこはまあ他のいろんな国ね、海外製やったりとかするわけじゃないですか。だからそれが悪いっていうわけではないんですが、ただ同じ条件下でこんだけの差が出ちゃうんやったらそれはどうだろうっていうあたりと、やっぱり工場でもね、すんごいしっかりしてくれる工場と、ふわっとした感じの工場と、そうピンキリやったりとかするから、きっちり合わせて作ってくれるこういう商品も作れるわけだから、もうちょっと頑張ってほしいなって思うところでございました。もう全体的に言えることですけどね。ただ付録とかでも全然クオリティ、これムックちゃうっていうクオリティのやつもあったりとかするからね。だからね、付録ムックに関してはマジで値段がわからん、開けてみないとわかんない。値段が高いから必ずいいっていうわけでもないし、値段が安いからじゃあ悪いかって言われたら、全然これもうめっちゃ綺麗に作ってないっていうやつもあったりとかするし、読めないですね。まあそこが面白かったりとかすんねんけどね。ということで、まあこういうね、動画を見てくださって、買うべきかそうでないかとかのね、チェックに使っていただいたりだとか、何かお役に立てたらなぁと思うところでございます。お疲れ様でした。本日の動画いかがだったでしょうか。ということで、結局なんか電話しちゃったね。まあしょうがない、ちょっと歪んでんのはちょっとさすがにあかんわな。ちょっと芝っぽいでやったりとか、少々のことやったらまあ別にえっかって思ったりとかするんですけど、ただねコメント欄でもね、やっぱり定期的にね、ここがなんか紐がすぐ外れちゃってんけど、これ電話しようかな、どうしようかなでやったりとか、なんかちょっとここの縫い目が歪んどんやけどどうしよう、細かいかなとか思われてる方がね、コメント書いてくださんのよ。そんなんやっぱりしっかりとした完璧な商品を手に取っていただきたいっていうのは、出版社さんも同じやと思うねんね。せっかくさ企画して、ほんでこれみんな喜んでくれるかなって、これ絶対なんかある意味バズるんちゃうみたいな気持ちでさ、発売されたものがやで、手に取った方がうわなんか歪んでるわとか、うわなんとかってなったらば、宝島社さん的にもがっかりやと思うねんやんか。せっかくやったらしっかりとしたいい商品使ってほしいなって思うんじゃないかなって私的には思うので、こんな SNS 社会で隠蔽とか無理やん、そんなやから、いい情報をひらめてほしいやんかっていうところもあると思うから、やったらばしっかり交換ね、なんかおかしい商品をしっかり交換してもらって満足して使ってもらうっていうのが一番かなって私的には思うところでございますよ。あのね、動画ね、あの100均動画を撮影して編集してたんですが、昨日おとついがねちょっと調子が良くなくて、編集があまり進まずクレーサスカイが来てしまいましたよという感じでございます。まあ調子悪いっつってもそんなにあれやねんけど、っていうか今日ちょっと寒いよね、これ全国的にやんね。こちら関西地方ででもですね、ちょっと本屋さん買いに行ったんですけど、そしたらねちらほらってちょっと雪がうっすら舞っておりました。下の方住まれてる方めちゃめちゃ寒いんちゃう？天気予報どうなってんのかな。あーでもあれやんね、来週とかも寒いんやね。まだ再来週ぐらいからちょっとマシ、今週来週がちょっと寒いっぽいですね。なんかぬくい日もあるみたいやけど、割と寒そう。私割と寒いのね、そんなに弱くないというか強かったりとかするので、なんだろう、太ってっからかな、わかんねえけど。だからさ別にまあまあっていう感じではあったりとかすんねんけど、あのガチ寒い地域の方はシャレならんよね。であれ思うけどさ、ほんまなんかほら太陽光パネルとかあるじゃないですか。あんなんもさ北の地方の方とか
はさ、雪積もるやん、冬使われへんよね。なんかあのうっとこの子供たちはですね、あの関西地域でねずっと育ったもんで、まあ私もそうなんですけど、雪とか見るとキヤーって感じやねんけど、あのこの前さ雪積もったんですよ関西ね。ちょっと言うて知れてんねんけど、この辺にしては初めてぐらいの量積もったんよ。なんか場所によっては15センチぐらい積もったんよ。だからうっとこ子供たち2人でもう雪の上で大の字になって、うわー言ってやってましたけど、ちなみに小6と高1です。大はしゃぎやったけど、まあでもね、雪国というか雪いっぱい積もるとこで住まれてる方やったらもう不便でしかねえわみたいな。もう雪下ろし大変やし、道作らなあかんしさ、車移動きつくなってくるしさ、もう大変でしかないっていう地域の方もたくさん見てくださってるので大変やなと思ったりとかするんですけど、なんかでも憧れあるんよな。こっち地域から南の方はね、多分憧れある方多いと思うね。わかんねんけどな。まあまあ一長一短でございますね。私も昔は毎週スノボに行ってたりとかしてたので、すごい雪が懐かしい。今の体重でマジでスノーボードやったらものすごい速度出ると思うから、山頂までは登られへんと思いますけどね。あとさ、前回の動画がさ、私最初に今日は短めって言うてんねやんかやのに46分っていうね、長いやないかいと。あれはね、あのちょっと雑談コーナー喋りすぎたっていうね、ついつい喋りすぎてしまうのですが、なんか2本続いたんですよ。20何分喋りすぎるっていう、ちょっとどんだけ喋るねんっていう感じで思ったりとかすんねんけど、まあそうやな、またライブ配信とかもしたいですね。まあ一生喋ってられるからさ、例えばでもこの動画とかやったら、いつも言ってますけど合間合間をカットしてるから、言うてね、もう立て続けにもう喋りまくってるみたいな感じではあると思うんですけど、さすがにね息継ぎ必要やんかやからライブとかではまあ普通ですよ、普通。まあ、ちょっと喋るおばちゃんかなぐらいだと思います。でもね、ライブ配信するとさ、なんかネタがあった方がいいんかなと思ったりとかするんですけど、なんかただの雑談配信やったらいつでもできんねんけどね。どんな感じがいい？なんか前まではさ、なんかどなたかと会話するスタイルみたいな感じにちょっと憧れてやな、これリスやったりとかするからさやねんけど、なかなかさ、その配信上がるってなったらみんなちょっとあれが高いやん、壁がちょっとそこのステップがちょっと高かったりとかするやんか。だからちょっと配信上がるのはなっていうお声が多かったりとかするし、あ、そっか、前に突発的にスペースやったりとかもしてましたよね。なんか一回だけスペースやったことあるんですけど、ほんでなんかあれやんね、6人ぐらいでみんなで喋ったよね。まあ、そんな感じでね、ライブ配信もまあできたらいいかなと思ったりとかするんですけど、基本的になんかご相談内容があってお受けするっていう形の方がまあいいかなと思ったりとかするんですけど、何喋る？みたいな感じになってもちょっとあれなんかおもろいけど、それはそれで。まあでも何かしらね、なんかネタがあったらやっぱりライブ配信の方がいいんかなと思ったり、悩むところですね。なんか普通のほんまね、なんか見てる方が面白いかどうかは分からへんよ、分からへんけど、私は雑談配信、なんかこの皆さんがコメント書いてくださるやんか、でそれを読みながら、うん、そうやねんそうやねんとか言いながらさ、お話しするの割と楽しかったりとかするから、コメ読み配信みたいな、まあそんなんでよかったらね、いつでもできるんですけども、何かアイデアがあったらまたコメント欄で教えていただきたいところでございます。ごめんね、なんかみんな頼りであれやねんけどさ、なんかいろんなご意見書いてくださってるから本当に参考にさせていただいております。実際その採用じゃないけども、そのコメントを読ませていただいて、あ、そうやなって直したことなんかもう100じゃ聞かへんと思うよ。もっとあると思う。今まで言うて長いことやってるからさ、コメントもいっぱいいただいてるわけで、ほんで私のこの動画のスタイルっていうのもやっぱり皆さんからいただいたコメントに沿って来たところがあったりとかするので、本当なんかみんなで作るチャンネルという感じで私は思っているので、何かご意見があったらね、書いてくださったらなって思うところと、あとやっぱりいつも言ってますけども、うちのメランに関してはですね、ちょっとマイナスな意見というか、ちょっと気持ちがね、ちょっとしんどいねみたいなことを書き出しても全然 OK なコメなんでございます。なのでちょっとしんどいなと思うことがあったら、それも書いてくださったらなと思うし、何でもいいので今日あったこととかね、書いてくださったら嬉しいなって思うところでございます。100均動画をねマジで早く編集せなあかんねんけども、明日は明日で素敵なあの人さんをちょっと出そうかなと思うので、それの後になっちゃうかもしれないですけど、またそちらもご覧いただけたらなと思います。まあ、ちょっとね、毎度毎度同じような感じになると思うんですが、今後もね皆さんに喜んでいただける動画出していこうかなと思いますので、よろしければねまたご覧いただけたらと思うところでございます。ということで、まあ、今日はこの辺りでということで、いつもほんとたくさんのコメントと、そして心温かいグッドと、何よりこの最後の最後までご覧いただきまして、いつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。